1月28日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。1月28日生まれの方は、さりげない気配りができ、誰とでも壁を作らずに打ち解けることができる方です。頭脳明晰でハイスピードで駆け回るアイデアマンです。直感が鋭く、流行を敏感に察知でき、ひらめき力が抜群です。創造性があり、常に新しい刺激を求めていますので、トレンドの最先端に身を置くことを好みます。性格は明るく天真爛漫で、嫌味のない純粋な優しさの持ち主です。オープンな心とユニークな発想力を持っていますので、個性的な人物としてインパクトの強い方です。優しい性格で博愛精神があり、誰とでも分け隔てなく接することができます。初めて会う人でも人見知りせず、窮地の中のようにすぐに打ち解けられるような人懐っこさがあります。気配り上手で、大勢の人の中で自然に和やかな雰囲気作りができる才能があります。そして物事を深く考えるより、自分の鋭い直感を信じる傾向にあります。そのため瞬時に決断でき、スピード感あふれる人生を歩むことができます。バイタリティがありますので、勢いに乗って目標へ向かって突進することが得意です。頭の良い方ですが、頭脳を使ってじっくり思考するよりも、感覚的にどんどん物事を進めていく方が向いています。次から次へと浮かぶ新しい理想を実現するための決断と行動力が早すぎる傾向があります。頭に浮かんだアイデアや新しい夢を早く形にするために、ハイペースで旋風のように行動しすぎる部分が、時に周りをたじろがせることがあります。周りの人から、先走らないで、ちょっと落ち着いて考えてと言われることがありそうです。日頃から突発的な行動を控えることが大切です。この長所ともいえる明敏さとスピード感あふれる行動力が、時に災いして落ち着きのない人やせっかちな人という印象を周囲に与えてしまうことがあります。行動する際には決断のスピードも大切ですが、その前に立ち止まって綿密に考える時間を持つことを習慣づけてください。その一方で、考えすぎると実際の行動に移すのが億劫になり、しばしば優柔不断な態度になってしまうことがあります。運気をアップするためには、直感力と論理的な思考のバランスを普段から上手に使いこなすのが大事になります。直感と思考のバランスが取れることにより、生まれ持った聡明さと抜群の行動力をさらに良い形で生かすことができます。もともと愛される性格の持ち主ですので、周囲とペースが調和すると、タイミングよくかつ惜しみない協力を得られやすくなります。これにより一層大きな幸運をつかみ取ることができるようになります。恋愛運、さまざまなことに興味があり、瞬発的に行動していきますので、多くの話題を持っています。豊富な趣味や話題を持っており、相手の気持ちを読み取ることに長けていますので、非常にモテるタイプの方です。恋愛の垣根は低く、自由でオープンな交際を望みます。浮気や不倫などの許されない恋であっても、相手から求められてしまえば受け入れてしまうところがあります。また様々なことに興味がありますので、
制約や束縛されるのが苦手です。しかし気を許した相手には自分の思うようにペースに合わせてほしいと思ってしまうわがままな一面もあります。結婚後は相手を非常に思いやり大切にしますが、じっと家庭に収まることは苦手な方です。仕事運、人と接する仕事が向いています。中でもお客様の相談や要望を聞きながら豊富な知識や巧みな話術で何かを提案したり進めたりする仕事で才能が発揮されます。保険の外交やツアーコンダクター、美容アドバイザーやスタイリストなど日々の変化や刺激が得られる仕事に就くとモチベーションが上がります。実績主義や歩合制で働くことも向いていますが、目標に縛られて働くことには向いていません。また組織をまとめる能力がありますので、組織で働く場合には高い位置につくことができます。頭がよく話がうまい方ですので、素晴らしい教師やカウンセラーにも向いています。また次から次へとアイデアがひらめき瞬発的に動くことができますので、創作活動にも向いています。金運、周囲の人の気持ちを汲み取る力や様々な環境に柔軟に適応していく力が備わっています。組織で働く場合も高い位置につくことができます。また様々なアイデアがひらめきますので、起業しても成功することができます。稼ぐ力に恵まれている方です。目標を設定される働き方は向いていませんが、歩合制など頑張ったら頑張った分だけお金を稼げる働き方も向いています。瞬発的に行動していくことができますので、多くのお金を稼ぐことができます。しかし楽しいことが大好きですので散財してしまう傾向があります。計画を持って貯蓄することが苦手で散財をしてしまいますので、計画的にお金を使うように注意してください。以上、1月28日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。